左手に尿意帽子を持つ吉祥天立像尿意帽子。A、カンターマニとは仏教において霊言を表すとされる宝の玉のこと。サンスクリット語でチンターとは思考。マニは玉を指す言葉で意のままに願いを叶える宝と解釈できる。尿意だから尿意玉、または宝珠と呼ばれる。チンターマニの形状は日本では一般的に株が休憩。 上部が山なりに湾曲して尖っている。一方、チベット仏教の宗教が、建造物では、下部が円柱として伸びており、上部が山なりに湾曲して尖っている。一つの種類として、三つのチンターマニが積み重なり、一つの火炎に包まれたものがあり、これは三弁帽子と呼ばれる。チンターマニは、仏や、仏の教えの象徴と考えられる。地蔵菩薩、国蔵菩薩、 呂移輪観音などの持ち物、三マヤ型とされる。チンターマニは無限の価値を持つものと伝えられており、祈りの対象となる。チンターマニは、通常、仏塔の草輪の最上部に取り付けられる。その他には、仏像の頂上に置かれることがある。義母子は、チンターマニを模したものとする説がある。呂移防守の概念は、天台地義の魔化士官と共に、日本に伝わった。 平安時代には神道にも取り込まれ、稲を持った法上の女神、丘の御霊が、冬の神として、尿意帽子を持った姿で描かれるようになった。丘の御霊と共に信仰されてきた尿意帽子の図柄は、熊野本宮大社の牛玉法院や、伏見稲荷大社の御朱印として応援され続け、現代でも信仰の対象として使用されている。なお、 宝主院の原型と見られる炎を放つ液滴の図柄は、日本に仏教が伝わる前の6世紀頃、高栗の高山道1号墳北壁の玄武壁画の中央にすでに描かれている。ありがとうございます。